ディーブルックは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 軍に属し、同軍の東部にあたる旧ディーブルック軍の軍長、所在地であった、この町は、中級中心として、周辺地域の職場都市となっている。ディーブルックは、ダルムシュタットから約15キロメートル東の、ヘッセン州南部のギャルシュプレンツ川の幅の広い、渓谷に位置している。 中びく山地のオーデンバルトに連なる丘陵地であるディーブルガーランドがこの都市の南部から始まり北部と西部はドライアイヒの森林地帯に連なる地質学的にはゲルシュプレンツ側の建国に位置する土壌は主にされき砂粘土といった堆積物からなっているディーブルックは北はミュンスター東はミュンスターのアルトハイム地区南東は グロースウムシュタットのゼムト地区、南はグロースィンメルン、北西はメッセルと境を接する。ディーブルックには四区はない。ディーブルックはさらに分割される。ディーブルック東とディーブルック西の間の境界は、中心街の西にある、同志最大の公園である、レアパーク広場を貫いている。ディーブルック南とディーブルック北の境界は、アシャフフェンブルクダルムシュタット中央駅間の、 鉄道路線である。地域の入植は、青銅器時代に遡る。鉄器時代、この都市周辺は、オーディリンジーや族の定住地であった。豊穣なディーブルクボンチは、西暦85年から90年頃に、ローマ帝国の高地ゲルマニアに編入された。125年頃には、メドを首言とし、現在の南ヘッシンにあたるキビタスオーディリンジームが、設けられた。 この新しく設けられた都会風の入植地は現在のデーブルクにあたり、そのフォルムはフランクフルト街道とアシャフフェンブルク街道の交差点にあった。重要なミスラ信仰の証拠を含む多くの偶像が発掘され、私立博物館で見ることができる。200年頃にこの入植地は流星期を迎える。ローマ時代のデーブルクは都市機能を持ったビカスであった。 農業に適した周辺地域には多くのビラルスティカが設けられ、メドの経済を支え、近隣のリーメスに駐留する軍隊を養った。3世紀にはリーメスの外側に暮らしていたアラマンニ人がたびたび略奪のための襲撃を繰り返した。この集落は防御壁で安全が図られていたが、襲撃を阻止することはできなかった。260年からローマ帝国は、 ラインガーサガン地域にまで交代を強いられた。この都市の運命も中世初期まで闇に沈んだ。とはいえ、入植が連続して行われ、広い地域の開墾が進んだことはほぼ間違いない。貨幣の湿度や開墾の痕跡がそれを裏付けている。ローマ時代のフォルームの西側に立つ現在の巡礼協会は、その基本構造をローマ時代に作られた建物によっている。 おそらくは、この地に残された、主にゲルマン人とケルト人からなる、ローマ時代の住人の一部が流入した、アラマン人と混じり合ったと考えられる。この地域を、フランク族が征服した後、ディーブルクは、近隣のグロースウムシュタットと共に横領に組み込まれた。この入植地は、この時代に、アルテンシュタットと名付けられ、巡礼教会周辺に固まった集落であった。巡礼教会は、 遅くとも、カロリング町、時代一説には、ローマ時代には、前身の建物が作られていたと言われるが、その建物の役割は明らかでない。この集落のメインストリート沿いには、現在も、アルトシュタットという地名があるが、これは中世ディーブルクの死壁街に位置する。ディーブルク中心街の都市構造中世都市、ディーブルクは、1169年に、カストラムダイアテバーグとして、 初めて文献上に記録されている。この都市はゲルシュプレンツ川の水木とアルテンシュタットの間に計画的に作られた都市であった。細かくメインストリートや路地が走り、堀を持つ、市壁、城塞、市場、教区協会を持つ、この都市の基本構造は現在の都市構造からも伺うことができる。 この都市構造を手がかりにした最新の研究から、シュタウフェン家の王の一族が、ィーブルクを帝国都市とし、現在のラインマイン地方の支配基地に仕立て上げたことが分かってきた。その後この都市は、急速にマインツ大主教との関係を築き上げていった。この中世都市が作られた後もアルテンシュタットは、巡礼教会がある、衛星都市として残された。巡礼教会は、 当時、聖ペテロパウル教会と呼ばれていたが、16世紀に、私壁内の現在の市教会に守護聖人像が移され、アルトシュタットのこの教会は、巡礼教会と改名されたのである。ジエテは古ドイツ語のディーットイコールボルク、イコール、民衆に由来するもので、この都市の名前は、民衆の都市という意味である。当時、周辺の森をも包含する、ドライ,イヒゴリバののビルト風の一つが、 ディーブルクに設けられていた。中世のディーブルクは、マインツ選定講領であり、近隣の所領を収める多くの貴族の館が設けられていた。フェヒエンバッハ家の上官は、私立博物館として、その庭園と共に保存されている。古い城塞は、アルビーニ家によって上官に改造された。その後いくつかの拡張がなされた後、現在も、軍当局の庁舎として利用されている。 1508年の灰の水曜日の縁に関する記述が、ディーブルクの社肉祭に関する最初の記録である。1525年のドイツ農民戦争により、上官や領主の備蓄貯蔵庫が略奪された。暴徒化した農民たちは、オーデンバルトやマイン川のほとりで、傭兵隊に殲滅された。16世紀中頃には、住民のほとんどがカトリック信者であったが、 1582年から1586年にプロテスタント信者が多数を占める資産時とカトリックの司祭の間で宗教上の衝突が起こった。1600年頃、マルクト広場の中央にルネサンス様式の視聴者が建設された。1606年から1613年にペスト化に見舞われ、1596年から魔女狩りが盛んになった。 1700年頃のディーブルク30年戦争の際にはスペイン軍、プファルツ軍、バイエルン軍がこの街を通過した。この兵士らがペストを持ち込んだ。1622年にはプロテスタント軍の司令官エルンストフォン・マンスフェルトは無防備な衛星都市を略奪した。1626年から魔女狩りの第二波が起こった。平和条約が締結された頃にはディーブルクは 荒れ果てた姿になっていた。都市は、半壊状態、ホアオルトは全開、防衛施設は寸断され、人口はわずか500人程度にまで、急速に減少した。この後、宗教の再建がなされ、巡礼が復興した。新たに建設された、首都カウ城は広大な城管庭園やホヒエンバッハ、城とともに、ディーブルックに、バロックの壮麗さをもたらした。 ナポレオン戦争の時代には、フランス軍が何度もディーブルクに侵攻した。19世紀の初めに、ディーブルクは、ヘッセン大公領となり、プロビンツシュタルケンブルクに属すディーブルク軍の軍長、所在地となった。一時は、ディーブルク管区の本部所在地になった時期もある。1861年に建設が始まり、1863年に、完成した、ルートビヒ鉄道沿いに位置したことから、 ディーブルクでも工業化が進んだ。約200社の主工業者が設立された。1895年にはドライアイヒ鉄道もこの町を通ることとなった。旧警察署1977年にディーブルク軍はダルムシュタット軍と合併した。これによりディーブルクは軍庁所在地の地位を失った。ディーブルクに残された軍業政機関も2004年から ダルムシュタットのクラニヒュタイン区に移転を始めた。州政府の統計局、衛生局、教育局の撤退により、1900年からこの地域の中級中心となっていた、この都市の経済基盤は著しく低下した。こうして、放末会社乱立時代に建設された二棟の記念建築物が空き家となって残された。2009年の初めまでには、 残りの軍行性部門もクラニヒシュタインに移転する。少なくとも2014年まではディーブルクは大学都市でもある。ダルムシュタット専門大学のディーブルクキャンパスがあり、特に経済学や情報科学の学生が学んでいる。1600年から1630年までの間にマインツ大司教領で1879人が魔女狩りの犠牲になったという記録が残されている。 ディーブルックでは、約60人が家計台で命を落とした。ドラヒエ2、ディーブルック1603年、ドラヒエ2ディーブルックとは、ディーブルックの金好きで、銅在区職人のロレンツ・ドラ派のことである。この人物は1603年4月18日に、マインズ選定工業内のアシャフフェンブルクで、他の男と共に4つ先に処刑された。彼が、女房に付きまとったとして、 町の男たちが、彼は、公の場で大司教の魔女狩りを批判したという、抽象文書を書いたのだった。男たちは、ドラハが大司教の殺害を計画していたとも申し立て、罪を着せた。出典、アントン・プリトリアス、グランドリッカー・ベレクト・ウーバー・ゾーボレイ、1613、オーリード、S22、先生政治と役所の C の例として記述されている。 1626年以降の追求の波1626年に選定校、ゲオルク・フリードリ・ヒホン・グライフェンクラウが初めてディーブルクを訪れた際、住民から悪魔信仰の悪臭を根絶するよう指令してほしいと、請願された。ディーブルクには悪魔信仰が疑われる人物が多くいると民衆の噂になっていた。住民を鎮静化するために魔女狩りが始まった。 最初のターゲットは、マルティン・パットの未亡人で、彼女の母親は、その20年前に魔女として、火炙りに処せられた。1627年6月26日に尋問が、なされ、7月7日処刑された。パット夫人が、多くの人物を、共犯者として、自白したため、ディーブルク、ゼイリゲンシタット、アシャフフェンブルクで一連の新たな魔女狩りが始まった。 拷問台で脅迫により引き出された自白で、アイヒバーツェンバイディーブルク、フーメスビュール、グローセフォーメルが魔女の集会所と名指しされた。被告人、フィリップ・クレーマーは尋問に対し、証人たちの証言はすべて間違いで、悪魔信仰は、迷信ではないと供述した。これにより1627年9月6日に彼は、首を切られ、死体を焼かれた。 1627年にはデーブルクで36人が処刑された。サイラウーベンハイマーのメモには83人の悪魔が記されている。1629年11月には新たな魔女狩りが行われ、21人の被疑者とその家族が完全に混絶させられた。デーブルク市長者2017年8月9日からフランクハウスがデーブルクの市長を務めている。 彼は2017年3月12日に50.2%の票を獲得して市長に当選した。ディーブルクの市議会は37議席からなる。議長はハラルト正ニヒである。フェッヒエンバッハ城数多くの木組建築が保存されているディーブルクは町のアンサンブル全体が見どころである。主要な建築は以下の通り。シャニクサイの泉 D ブルクには 数多くのサークルがあり、音楽やスポーツ生活の様々な分野をカバーしている。特にシャニクサ祭はディーブルクのサークル活動において特別な意味を持つ場である。駅舎は2005年に近代的なバスと鉄道の乗り換え駅に改築された。ツッカー通り商店や飲食店が並ぶ旧市街中心部のツッカー通りは約400メートルの長さである。市街中心部には 多くの駐車場があり、一部は有料である。駅前のパークライド駐車場の他に、連邦道 B26 号線のランプ沿いにもパークライド駐車場が計画されている。B26 号線と B45 号線の4、車線区間は、かつてのアウトバーン A680 号線と A683 号線を利用している。20世紀後半の数十年間、 ディーブルクはドイツ連邦郵便と密接な関係にあった。市の東端に専門大学を設立し、通信技術のエンジニアが学んでいた。後に連邦が運営する郵便通信技術と遠隔通信技術の専門課程が追加され、新米の官僚教育に利用された。分割民営化後官僚教育の必要がなくなり、通信技術の需要も急速に減速していった。 このため、この大学は、ダルムシュタット専門大学の外部施設として編入されたその他、ディブルクにある主要な学校には以下のものがある。巡礼協会これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して、直接参照してはおりません。ありがとうございます。